しかし幅が広いですな。これいわゆるルシアものですよね、これね。ルシアものですよね。はい、すごいな。中南大先生の。
さっきの買った上のやつよりこっちの方が好きかもしれないです。ああ、あのこっちの方がなんかちょっと少し重量感があって、うん、うん、上行っても細くならない、骨太な感じがありますよね、うんうん、そうですね。なんて言うんだろう、ルシアモノだとかそういうことをだんだん忘れさせてくれる、なんて言うんだろう、強さっていうか、強さありますよね、ある、うん、なんて言うんだろう、その野性味みたいなものもあるし、うんうん、その強く引いた時に良くないなとか、弱く引いた時の方がいいなとか、そういうことを考えさせないでくれるっていうか、はい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 、結構そこの新作割とちょっとお詰めっていうか骨太な感じがします。そうで、弱く引いてもなるし、強く引いても潰れないし、うん、へえ、結構すごく素敵ないい楽器ですね。ちょっと上手そうな人じゃないと弾けない感じのルックスではあるけど、すごく派手ですよ、ね、それでなんかちょんちょんとか弾くのはちょっとちょっと気が引けるかもしれないけど、